近在、私が近在と本省理財局とのやり取りあるじゃないか、あるんじゃないかと要求したのは、去年のそれこそ6月18日の決算委員会、だったのではないかなと私は思ってるんですよ。ですね。で、まあそれで出さないとしてるんですけれども、廃棄してませんよね、これ。今の段階で廃棄してないという認識でいいですか。去年の6月の段階では廃棄してなかったんですよ。いや、まだあるという認識で出せない、そういう回答でしたよね。してないですね、 よもや。いや、してないです。もうすでにその前の段階で、6月4日の段階で調査報告書というものが出されておって、その中ではその交渉記録内で廃棄されたものがあったというような下りがあったと思いますけれども、辰巳先生がおっしゃっているのは6月18日ということであれば、その時点のものについて廃棄しているということはないという。今も廃棄してない。いいですね。はい、そこは。これは川内先生が行った情報公開請求の上に行政不服審査で、それで、それに基づいて、諮問され、そしてこのような形で、まあ、不開示にするということ自体が違法であると、ここまで明確に答申が出てるわけですから、それは違法であると言われた以上もう出さなきゃいけないと思うんですが、その認識だけちょっと伺いたいんですけど、この答申に従わないなどというような検討結果が出るという可能性があるんですか。検討する必要も何もないと思うんですが、普通これは命令に等しいと思うんですけど、ここまで違法だと、不開示が違法だと書かれた以上、すぐさま開示の準備に入るっていうのは私も分かるんですよ。何を検討するんですか。精査して対応を検討させていきます。私、すみません、申し訳ないですけど、情報公開法のこの部分 のリーガルの位置づけっていうところもそこまで詳しくないので、ただいずれにせよ、そういう担当のセクションとともに、情報、今後、その内容を精査して対応を検討したい。今申し上げられることは本当にそれだけです。この写真を見て、それでゴミがどうこう、というようなことで、知見は私どもには今、この記上ではございません。誰が知見があるのか。ただ一方で、これ昨年9月にですね、工事事業者から課長、もう同じ説明を何度も繰り返されてもですね、あれなんですけど、写真というのはこの現場の状況の記載を客観的に裏付けるために写真を撮って、その写真を添付するわけですよね。工事現場の写真というのはそういう性格のものであるということで、まずよろしいですか。基本的にはそういうものだと思います。はい、そうするとこの記載がある 3.8 メートルまでのところはゴミの層だよという記載と、手前どもデジタルデータをいただいたのでですね、そのデジタルデータを解析したらば、3メートルより下にはゴミは、ほぼ映っていないわけじゃないわけですね。ゴミの層ではないということが、こう明らかになった。だけど、いや、君らには見えないかもしれないが、国土交通省には見えるのだというふうにご主張なられるのであれば、そうご主張されればいいんです。普通の人には見えない特別なゴミが我々には見えると、こうおっしゃればいいんです。それとも、その写真には写ってないけども実は別な写真があるんですというなら、その写真を持ってくればいいわけ。要するにこの記載を合理的に裏付けるものがあるのかないのか、ないのであれば、この写真にはゴミは写っていませんということを認めなきゃダメですね。写ってませんねということをまず認めない。いや、野党の皆さんが言うように私にもやっぱり見えませんわって正直に言わないと。どうですか、見えます、ゴミ見えますか。
私自身も国土交通省の担当者として、来ているというのはその当時でございますが、今この場で、見える見えないと、いうようなことについて、コメントをそういうことは差し控えさせていただきたいと思います。石山課長ね、それちょっと卑怯ですよ。昨日私この写真をお渡しして、国土交通省として3メートルより下にゴミの層があるのかないのかということを、国土交通省としての見解を明日の野党合同ヒアリングでお示しくださいねと、写真からこの写真といいますか、私掘報告書についても事業者から提供されたものと、もちろんこれまでのやり取りの中で、お話ししていますように、これ自身も、行政文書だというところは間違いないわけでございますが、これは見積もりにあたって、専門的な事業者から提供されたものだというようなことが前提にありますが、今のお話があったということは、また持ち帰りまして、次の回答を用意できるようにいたします。来週で国会が終わっちゃうので、来週もう一回やらなきゃいけなくなったんですけど、それまでに確認できないなら確認できないと、ゴミの層ありませんということを認めるか、ほらやこれがゴミの層ですということを証明するかですね。どっちかですよ。島根課長、これゴミが見えます？ちなみに値引きした財務省なんだから、見える。なんともちろん見えるか見えないか見えるんですか？見える。